羽次郎。どうした？怪獣について教えて。了解。どの怪獣について知りたいんだ？スフィアザウルス。スフィアザウルスは複数のスフィアが融合した怪獣だ。電波障害を引き起こす衝撃波には要注意だ。やっば。はい、レオンチャンネルです。今回紹介するのはこちら、プレバン限定ウルトラマンデッカー動く話せる光る鳴る羽次郎です。はい、羽次郎関連はまあまあ商品化されておりますが、この一般発売のぬいぐるみも結構しっかり喋りましたけど、今回は上下左右に動くし発光するし、しかも特定のセリフで会話可能とか、めちゃくちゃすごいギミックが搭載されてるんですよね、このプレバンアイテム。しかも定価が税込み 13,000 円で、突き抜けた価格帯でもありませんから、どれくらいのギミックが搭載されてるんだろう。ではレビューしましょう。僕はウルトラマンのイベントも行って、実物の羽次郎を見ましたけど、結構な大ボリュームだったので、それに比べるとだいぶコンパクトですが、なかなかの本物感だよこれ。さすがに塗装とかプロップ的な感じで全部塗られてるわけじゃないけど、それでもしっかりと色分け完璧にされてて、すげえ、もうこの時点でめっちゃ動くもん。おぉ、そう、待機モードを表現できるって書いてあった。顔周りとか超可愛くない？ソフビの羽次郎がすごい造形完璧だったんだけど、その体型まんまだ。腕と耳が別でついてますから、ボールジョイントでグッとはめればいいんだ。なので、待機状態の耳を隠すのは手動で隠す感じなわけね。だとしてもすごいよね。で、こっちも、あ、待機モード超可愛い。両方腕つけてあげれば、はい、これで、羽次郎完成で、耳はね、こんな風に前に持ってくるのが正位置ですから、で、ボタンがあって、あ、普通に電源オンオフありますね。で、電池蓋だ。単4、3本でいいんだ。電源オン。起動します。え？やば！起動します。起動します。スリープします。うん！かわいい、スリープします。ありがとう。これで一緒に遊べるぞ。おお！マジやばいじゃん。で、スピーカー穴ここだ。ボタンはほんとこのロックの、押し込むとロックで、で、もう一回押すとポップアップして、起動。それ以外は、ここのボタンだ。ここがあれかな？集音マイクかな？会話できるそうなので。中身は説明書なんかなくって、羽次郎本体のみ。全然ね、サイズ、まあ、本編に比べればだいぶコンパクトですが、なんかお家における AI ロボって考えると十分なボリューム。羽次郎ぬいぐるみと、まあまあボリューム的にはそんな変わんないかなと。アートを横に置くと、全高サイズはまあほぼ一緒で 14.5 センチぐらいかな。一応これで本編の2分の1サイズだって。この商品でできることはっていうと、本当に会話ができるで、電動モーター、音声認識会話、LED、瞳、セリフが30種類以上を、特定の音声入力ワードに反応して、会話遊びで遊んでねと。通常起動が、会話モードで、で、ボタンを押しながら、電源オンが、サウンドモード。ボタン長押しで2音。うん。ボタン単押しで21音。ボタン長押し。主題歌？ミュージックスタート？ミュージックスタート。主題歌流れるじゃん。あ、喋りながら BGM いけるんだ。やばくない？出撃準備完了。それでは行ってまいります。リンクしました。ラジャーガッツホーク発進。回答モード攻撃を開始します。行くぞ彼方。オークのファンコンで挟み撃ちだ。よし、U モードで急行する。すげえ、テクノロジー感じる。フリーフォームフォーメーション。
おー、テラフェイザーモード入ってるじゃん。ただ、お前さ、掃除が荒くね？こちらはカナダっす。全然大丈夫っすから、心配しないでください。これあれか、カナダのフリしてるやつだっけ。ディアザウルスは、複数のスフィアが融合した怪獣だ。電波障害を引き起こす衝撃波には要注意だ。オモラは、強力な尻尾や超振動波を放つ角が特徴の怪獣だ。この前の戦いではスフィアに取り憑かれてスフィアゴモラに変化してしまった。モンスラーガーは文明を滅ぼすためにメラニン優勢から送り込まれた怪獣だ。神経が集中している頭部が弱点だ。解説入ってるじゃん。エレキングは電気を食べる怪獣だ。ピット星人が連れてきたエレキングが電気を食べ過ぎて巨大化したときはどうなることかと思ったよな。カルミラはダーゴン、ヒュドラムと並ぶ闇の巨人のリーダー格だ。ウルトラマントリガーの活躍で一度は倒されたが、スフィアの力で復活していたんだ。ネオメガスは圧倒的なパワーを持つ怪獣だ。その正体はクローン技術で人工的に作り出された怪獣だったんだ。で最後21音。ダイバッターは大雲の中からヒナを連れて現れた怪獣だ。テラフェイザーとデッカーの連携でなんとか倒せたよな。いや普通にこのモードだけでも満足度高いんだけど、ただメインとしては会話遊びなので、てかスリープとか。スリープします。かわいい。ほらスリープモードすごいよくない。ありがとう、これで一緒に遊べるぞ。電源を入れ直して、これで会話モードね。ただ会話モードといっても特定のセリフを言わないと反応してくんないですね。会話モードだと後ろのボタンを押すと会話待機状態ね。羽次郎、歴代ウルトラマンのことについて教えて。すまない、もう一度言ってくれないか。って風に会話が続かないんですよ。最大3回まで会話リレーができるそうです。じゃあ待機モードにして、指定のキーワードがね、説明書に、ウェブ説明書に載ってる。君の名前は？HANE2 と申します。以後、よろしくお願いいたします。おー、ガッツホーク発進。ガチャ、ガッツホーク発進。音声認識完璧じゃん。ガッツグリフォンに合体だ。いや、これは有能すぎるだろ。あと、怪獣の様子とか教えてくれるって。怪獣の様子は？トランプレシティの方角に進行中。何？気をつけろ！スフィア反応だ！え、これ超楽しいぞ。怪獣の様子は？トランプレシティ上空を高速で飛行中。ものすごいスピードだ！おー。で、会話発展系は、羽次郎って言ってから、2段階目モードに移行して、モノマネしてとかいけるそうです。羽次郎。どうした？モノマネして。それでは、こちらカナダっす。全然大丈夫っすから、心配しないでください。あ、すげえ。じゃんけんしよう。羽次郎。どうした？音楽かけて。ではこの曲でミュージックスタート。マジかよ、シリじゃん。羽次郎。どうした？あ、ミスがない。じゃんけんしよう。それではじゃんけんパー。あいこだったら引き分けだ。羽次郎の後が会話2段階目なんですよ。モノマネして、音楽かけて、じゃんけんしよう、怪獣について教えてっていう4項目目があって、怪獣について教えてっていうと今度は音声会話3段目に移行して、スフィアザウルス、ゴモラ、モンスアーガ、エレキング、カルミラ、ライバサー、羽次郎、ネオメガスとか8体分の解説をしてくれる。じゃあ行ってみよう。羽次郎。どうした？
怪獣について教えて。了解。どの怪獣について知りたいんだ。ネオメガス。ネオメガスは圧倒的なパワーを持つ怪獣だ。その正体はクローン技術で人工的に作り出された怪獣だったんだ。おー、なるほど。これさっきの音声モードに収録されてた音声が鳴るわけだ。っていうか、認識ミスなのすごくない？怪獣について教えて。了解。どの怪獣について知りたいんだ？ハネジロウ。おお、ハネジロウか。その怪獣は頭脳明晰で、って、誰が怪獣だよ？ノリツッコミ？え、これをさ、じゃあ全然違う怪獣、わけわかんない怪獣にしたら、ハネジロウ。どうした？怪獣について教えて。了解。どの怪獣について知りたいんだ？シン・ゴジラ。その怪獣のデータは現在分析中だ。ああ、だってリストにないやつはこの共通音が鳴るそうです。スフィアザウルス。スフィアザウルスは複数のスフィアが融合した怪獣だ。電波障害を引き起こす衝撃波には要注意だ。やっば、本当に認識精度高いっすね。っていう風に、会話で聞くこともできるし、サウンドモードに切り替えて一気にボタンで聞くこともできると。この辺は切り替えで遊びやすいようになってるのいいっすね。ハネジロウの玩具はこれでゴールって感じだな。以上、プレバン限定ウルトラマンデカ、動く、話せる、光る、鳴る、ハネジロウの紹介でした。